多国籍ボーイズグループ NCT127 の新番組始動。じゃあねー、やっちまったねー僕のこと好き。彼らが日本でより飛躍するため、さまざまな授業にチャレンジ。しかし成績が悪かった生徒には居残り授業。今回は誰が。日本進出を果たした NCT127 が日本を一から学んじゃう番組、教えてジャパン。わあ、すごいぞ。みんなこのゲーム知ってる人？これは何？このゲームは黒ひげ危機一発って言うんだけど、やってみたい人？さよなら友達。さあ이제시작할게요。さあ이제。아새로운전학생이야。매점매점매점빵이다이제。나가서축구합시다。너이책가。하이하이하이。나는학생이야。짝새기짝새기。선생오이사시부리선생사시부리。나는뭐뭐뭐뭐。선생。나는뭐뭐뭐뭐。すみません。태영君が。何やってんだよ。そんなんで遊んじゃダメ。이런거하면안돼요。유타형이했어요。선생。着席よ着席。今ねこれね黒ひげ危機一発遊んでたけども、これねドライに差しすぎなのね。ちょっと今先生でやるから見てて。うわ怖っ、ちょっと怖っ。こっちかこっちか。当たりそう当たりそう。やってくんないとね。そうこれくらい、ね、これぐらいやってくんないと。じゃあゆうた号令お願いします。はい、みんな起立。はい、起立。はい、レイ、よろしくお願いします。素晴らしい。グーグーグー。さあそれではまずは自己紹介いたしましょう、うん、はい、私が、この教室の副担任を務めます酒井です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくよ。さあそして私が担任の平子です。お願いします。お願いします。お願いします。皆さん覚えました？ジャーニーはい、私の名前は酒井先生。酒井ダブル酒井だじゃん。じゃあコンビ名変わってくるわ。私が酒井で、私が酒井。さあということでまだまだ皆さん日本のことよく知らないということで、うん、この学校では NCT127 がより日本で飛躍するために日本について皆さんに教えていきます。うん、あー、はい、ありがとうございます。ノリがいいですね。じゃあまず手始めにですね、日本の好きなところ。テイル、はい、どうですか日本の好きなもの、言葉。美味しいもの。美味しいもの。美味しいもの。うん、コンビニ。あの順番来たらちゃんと刺すから一回まずこっちの聞こう。フライングだから。マクちゃん、マクちゃん。急にコンビニじゃないの。お好み焼き。 お好み焼き。本当に好き。はい、好きです。へー。大阪、広島。あ、広島のね、広島焼き、ね、食べた、ね、あら、よかったね、それは。じゃあ来たよ、マーク。マーク。コンビニ。コンビニ。コンビニにたくさん食べ物があります。その中で何が好き？レモンティー。レモンティー。別にコンビニじゃなくてもよくね。おでん。おでん、はい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 、はい、とパン。パン。
はい、韓国とかラーメン、ラーメンカナダとかのコンビニと違うの品揃え。다르진않지만확실히일본コンビニが제일본것중에크고되게다양한게많은것같아요。ジェヒョンどうですか？温泉に行きたいです。あ、温泉。温泉。まだ行ってない。좀한 1, 2년전에가본적있는데그때기억이너무좋아요。それはどこに行ったんだろう？日本の。어제지우리なんか목욕탕아니었어가운데나도사실오사카도쿄니센토ちょっとフェミリーオーエダセンターですね。センターセンター、センターみたいなとこ。はい。野外温泉へ진짜가면좋아露天ね。へちゃんどうだろう？ひつまぶし。ひつまぶし。제가원래장어를못먹었었는데일본에서ひつまぶしを먹으면서장어를좋아하게됐어요。大好き。名古屋。はい。さあジョンウどうだろう？食べた寿司。食べた寿司。食べた寿司。はい、寿司です。寿司は何が一番好きですか？マドロ、オ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 ドロ。はい。オドロ好きっていうのは若いんだね、やっぱりね。うん。脂にこう対応できてる体が。ああ。おじちゃんも40歳だからね。赤身。ああ。赤身。マグロ。マグロ。あ、マグロ。脂があんまりないやつ。マグロ。マグロ、赤身、中トロ、大トロ。わお。ありがとうございます。さあじゃあテヨン。桜好きです。はい、本当にすごいです。ああ本当に本当に綺麗、はい、美しい。そう、やっぱそうなんだ。さあジャニー。はい、アニメーションです。アニメ好きなんだ。アニメ、ワンピース、ハンターハンター、ハンターハンター、はい、キングダム、ああキングダム、ワンパンチマン、ワンパンワンパンマン、ワンパンマン、ワンパンマン、はい。韓国で人気あんの？ワンパンマン。あります。あるんだ。あります、あります。はい。どうよん、どうだろう？札幌。札幌。札幌が好き。눈을좋아해。눈을좋아해。雪。雪。雪。はいはい。雪祭りね。雪祭り。札幌雪祭り。一緒に小樽歩いたんですね。はい。いいね、小樽もね、綺麗だもんね。じゃあ最後にゆうた。僕はもうダントツで京都の嵐山です。嵐山いいよね。嵐山いいわ。日本に帰るときは絶対に行く場所です。はい。